今週の仙台、マジカルハロウィン8。設定6の機械割り 109%。スマスロ A プラス ART、天井777ゲーム、コイン持ち 1K50 枚、34ゲーム。AT 純増、約 1.0 枚、導入台数、8000台。リセット初当たり調査。リセット台の ART4K。リセット台は灼熱です。前作みたいにリセット台を数ゲーム回して ART 突入ではなく30ゲーム回さないと ART 突入状態に入らない解約でしたが、実戦値だと30ゲーム以内に引いたボーナスから ART に突入していた。ある意味でリセット台の恩恵は強くなってますね。リセット台は31ゲーム回して通常リプレイ引いたら否め。この立ち回りが有効でしょう。天井はランダム短縮でしたが、620ゲーム付近での ART 突入が多く見られたのでリセット恩恵かな。リセット台の最大ハマりは620ゲーム。リセット台以外の最大ハマりは788ゲーム。リセット狙い、0ゲームから打てるスマスロ台、狙い方は31ゲーム以降の通常リプレイ成立まで、これで立ち回りしてみます。ハイエナ狙い、狙えるポイントは2点天井狙い、777ゲームで ART 2セット以上ですが、到達率はかなり低い。一応ハマり台はチェックするくらいかな。広角狙い、上空ステージや作戦会議ステージなど内部状態とステージはリンクしやすい機種なので、ステージ滞在中は打てそうですが、そこまで期待値は高くないかな。天井情報。天井到達時、ボーナスなしで、スルーしたら次回、天井が333ゲームになる。天井ゲーム数も一応、振り分けがある。高設定、低設定データ。かなりマイルドな仕様。最大ハマりが620ゲーム、ボーナス確率にそこまで、設定差はない。シダ動画や高設定レポート見る限り滞在モード率が重要で、モード C に滞在しやすいので ART 突入しやすい台が狙い目になりそう。手玉はかなりマイルドで終日打ってプラスマイナス2000枚がほとんど。ゼロゲームから打てるスマスロ台なのでだいぶお世話になりそうですね。一応学訓判別もできるので朝から30ゲーム回して無駄コインは使わされますが、途中のボーナスでも ART に入るデータだったのでかなり美味しいリセット台になりそう。私の狙い目、リセット台を31ゲームから通常リプレイまで、550ゲームから天井まで、超広角ステージ終了まで、この3点で狙ってみます。さらに詳しくはブログにて公開しております。概要欄にリンク貼ってます。動画が参考になった方はいいねやチャンネル登録よろしくお願いします。